YTJP チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。まこです。この桜の木の下というタイトル通り、桜の木の下で、主人公のナイト・コウタが再会したり、そして、桜の花びらが散ると同時に、コウタが消えちゃうっていう、すごいファンタジックな物語なんですけど、桜の木の下一曲を通して聴くと、皆さんの日常にちょっと寄り添えるような、とっても甘くも、そして、すごく切ない一曲になりました。はい。藤巻さんの、3月9日は、私がもう14、15歳ぐらいの中学生の頃にずっと聴いていた楽曲なので、まさか自分が挿入歌で、こういった形でこうカバーさせていただけるとは思ってなくて、デモの時は本当に歌いながら緊張したというか、最後までちゃんと歌いきれるのかなっていう心配もあったんですけど、改めて歌詞を見返して、自分の中学校の頃のことを思い出しながら、あと上京した頃のことも思い出しながら、こう、緩急つけてこう歌う、レコーディングしまして、自分なりにすごく手応えのある3月9日を歌うことができました。旅立ちの日にという曲が、多分中学校の頃の卒業式の時にそれを歌ってる時にこう先生たちがこう泣いてたのがすごい思い出深いですね。中高どっちもやっぱ学園祭が自分の中で一番印象に残ってる思い出で、その中でもなぜかこう一人でステージに立ってみたいっていう気持ちが湧いてきてたんですよ、その時から。なので、中学校の頃は、同級生の友達にピアノ弾いてもらって、愛さんのストーリーを学園祭で一人で歌いました。で、高校でも、CD の、カラオケ音源を使って、やっぱ愛さんの楽曲とかを、高校の学園祭でも歌ってて、他校からもなんかこう、まこの歌を見に来てくれてることが多くて、すごいその時はなんか、あ、ステージに立つのってこんな気持ちいいんだなって感じた学生時代でした。まあ、努力をして何かを成し遂げるっていうのは、きっとみんなも痛いほど聞いてると思うんですけど、自分が壊れるほど無理しすぎないように、ほどほどに。で、自分が楽しくできる範囲で夢を追いかけてほしいな、と思います。で、必ず辛い時とか、悲しい時とか、立ち直れなさそうな時もあるかもしれないんですけど、こういった音楽だったりとか、好きな友達と一緒に楽しいことする、そういう息抜きも大事にして、夢を楽しく追いかけていってほしいな、と思います。